ホロライブプレゼンツ星巻水星のミュージックスペース。皆さんこんばんは。水星のごとく現れたスターの原石、アイドル VTuber の星巻水星です。さてこの番組はホロライブに所属するバーチャルアイドル星巻水星が宇宙に響き渡るような歌姫になるべく願い事や思いを音楽に乗せて奏でていく音楽番組となっております。今週もこの放送は YouTube で同時視聴されていますので、皆さんどちらで聞いても OK ですよ。ってことで、オープニングトークとしてね、大本くんが水星ちゃんの近況はって聞いてきてるんで大本くんに答えたいと思うんですけど、水星ちゃんの近況、まずね、7月がですね、なんとライブの予定がたくさんあって、直近で言うと7月19日にですね、日テレさんが主催しておりますビルスという VTuber のユニットフェスというものにね、出させていただきます。こちらが、音楽ステージとバラエティステージとあって、音楽ステージの方で私出演させていただきます。これはね、私一人じゃなくて、同じホロライブのゼロ期生さくらみこちゃんとスペシャルユニットとしてね、ユニット組んで、ミコメットって言うんですけど、ミコメット組んで歌ったり踊ったりさせてもらう予定ですので、皆さんぜひ一般チケット販売中でございます。オンラインなんでね、今回いろんな事情でねオンラインになってしまったので、オンラインチケット販売中ですので、ぜひぜひ画面の前で見ていただけたらいいなと思っております。買ってね。はい、さてさて、今回もゲストが登場しますよ。先週に引き続きサントリーのぶちゃんが来てくれています。今日も一緒にセッションしちゃおっかな。セッションセッション。それでは始めていきましょう。ホロライブプレゼンツ星巻水星のミュージックスペース、オープン。ホロライブプレゼンツ星巻水星のミュージックスペース。改めまして星巻水星です。そしてここでゲストの登場です。じゃが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 じゃーん、サントリーのおむちゃん。はい、冷蔵庫からこんにちは。サントリー公式バーチャル YouTuber のサントリーのむです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週もよろしくお願いいたします。かわいいね。そんなそんな、そっくりそのままお返しします。ありがとう。さて今夜はですね、はい、のむちゃんがゲストで来るって告知したら、はい、お便りが何通か届きましたので、そちらを紹介していきたいと思います。はい、では1通目、星読みネーム宇治金時さんからです。水星ちゃん、サントリーのむちゃん、こんばんは。こんばんは。早速ですが、相手にどんな歌が合う、過去歌ってほしいという意見を聞いてみたいです、とのことで。あらー、あらー、どんな歌、どんな歌かしらー。そうですね、すいちゃんは、かっこいい歌が似合いますよね。嬉しいですわ。そうなのですよ。そうなのですわよ。そうそう、かっこいい歌が大好きで。そうなんですね。あと私だったら、のむちゃんか。はい、なんでしょう。でも確かになんかこう、のむちゃんって、はい、ドラマ剣とか、なんかそういうボカロ系とか、はい、からバラードまでいろいろすごい幅広く歌ってるよね。そうですね、歌わせていただいてますね。はい、だからなんかまた新しいジャンルっていうと、はい、なんか民族調というか、あ、なんかもうコーラス集めみたいな、はいはい、チャラッチョチョーみたいな、何もちょっと表現ができなかったんだけど、なんか民族調、そう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 、はい、なんかそういう花もぎら語とかいうね、いうやつ、花もぎら語、そうそうそう、造語なんでしょ、造語、造語、造語、そう、だからそういう感じがする曲があって、歌ってほしいなって思いますね。リスナーのみんなきっと分かって伝わってるはず。どんな感じでしょう。ねえ、なんかね、私が知ってるやつだったら、はい、なんかだたっといよ、嬉しってよみたいな、見よしえてみたいな、そう、そういうのがよく分かんない言語を喋ってるやつ。じゃあ明日投稿しましょう。冗談です。早いですね。最高。サントリーさん、明日よろしくお願いします。
お願いします。待ってます。オケをまず用意してくださいいいですね、そういう曲で歌ってほしいなって思いました、ありがとうございます、うん、ということでじゃあ1通目読んでいきたいと思います。はい、星読みネームなゆきさんからです。はい、すいちゃんのむちゃんこんばんは。こんばんは。いつも放送楽しく見てます、ありがとう。すいちゃんものむちゃんも歌を得意として活動されていますが、のむちゃんは自ら高音中音域テストに挑戦したり、すいちゃんも歌枠なので高音域まで歌ったり、配信中に夜間が湧いたりしてますよねっていうことでした。なるほど。夜間、やっぱ夜間は置いといて高音中音域テストやったんですか？やらせていただきました。挑戦いたしました。出ました、最後まで。どこまで出ましたかね。記憶にないです、ね、全部出たことにしていいですか出た出た、もうそれは全部出たよ、ね、そうですよね、うん、はい、一番最後でね、はいはいはいまで言ってた気がするかな。 EFGAH その後何ですかね、 A もう出なかった気がしますね。 F かな、はいはいはい F とかなんかそういうなんかそういうのだった気がするんだけど、私もね高音中音域テスト歌ったことあるんだけど、そうそうそう、一番最後まで出なかったね。なんかあの終わりだよ、いや嘘だよって感じ、超音波みたいな、ね、そうあそこからもう出ないってなって、あ私もあのごまかしてしまっても、うん、あの最後 CC レモンって言っちゃいました。私の好きなサントリーの飲み物本当ですか、ね、そうまあそうなりますよね、あ、でもってことはでも結構出る、どこまで出てたんでしょうね。すごい出てる、出てる出てる、すごい。歌にするとまた難しいですよね。確かに確かに、それは、それは確かに分かるわ。なんか一番私が苦手なのが、低いとこからいきなりガンって上がるとこが、あーみたいな、できてるじゃないですか。すごい苦手で、今のはまあ歌詞が載ってないからできたんだけど、そうなんかこれ歌詞載ってたらもう絶対歌いたくねってなるなって。なるほど、うん、いや私は逆に同じ音が続いてるところ、こう自分の苦手なところがずっと苦手出ないことはないけれど、例えばララ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 みたいなのが続くと、もういいですわってもういいですわ、もう無理です、分かんなくなっちゃうよね、どの音立てるか辛くなってきます。うん、確かに確かに。はい、ということで皆さんメッセージありがとうございました。ありがとうございます。それではここで今回もセッションしたいと思います。ということでこの人を紹介しましょう。シンガーソングライターの坂上陽介さん。ざわわざわわざわわわいいですねしっとりとやってまいりました。しっとりお兄さんに来ました。なんか先週とか先々週とかノリノリお兄さんに来たら、そうそうそう今日はしっとりお兄さんですね。しっとりお兄さんで登場です。はい、ということで今週もよろしくお願いいたします。セッションの時間がやってまいりましたが、今週は、はい、これも私のリクエストでございまして、はいはい、手島葵さんの明日への手紙という曲をお願いしたいなと、はい、もちろん練習してまいりました。ありがとうございます。はい、のむちゃんからのリクエストということで、こちらなんか朝ドラのなんかタイアップ曲になってたみたいで。そうなんですか。そうで、なんかなんとなく私も聞いたことがあって、いやこれとてもいいですよ、しっとりしてて、はい、素敵な曲です。ですね、これは頑張って歌わせていただきます。では行きましょう。人はできましたか？
綺麗だ、これは綺麗。いいですね。そしてですね、この曲歌う前に朝ドラだと言わせていただいたんですけども、スタッフさんが月9だと月9だぞと夜の歌だな、夜の歌でしたわはい、そんな、明日への手紙でした。ということで、坂上陽介さんありがとうございました。またあとでもう一曲お願いします。おいっす。はい、